あらあら、今回のですね、今回ですね、本日の動画なんですけども、本日は久しぶりにラジオ体操を使った動画です。いや、本当に久しぶりに、もう全然最近ラジオ体操してなかったから、俺。もう半年ぶりぐらいにラジオ体操するかもしんない。まあ、このラジオ体操機能追加されて半年も経ってないんだけど。ラジオ体操始める。うお、この感じ懐かしい。もう1ヶ月はやってなかったね、絶対。多分割とマジでラジオ体操150回ぐらいは参加してる。ですね、今回はですね、5ヶ月前に僕の動画のコメントに来てたんですけど、ラジオ体操の案内所の前に楽器や高い家具を置いたら、前見えなくなる説っていうことで、やります！コメント書いてくださった視聴者さんありがとうございます。コメントしてくれてから5ヶ月ぐらい経ちますけど、ようやく検証します。ということで、案内所の前に、お城の壁置いてみよう！おーいいね！あーもうこれ絶対ラジオ体操見えなくなるでしょ。どう？これ、ラジオ体操参加したら見えなくなるでしょ、絶対。お城の壁がある状態、ラジオ体操に参加しよう。さあ、どうだ？ラジオ体操見えなくなるのか？どうだ、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 どうだ？おーい！おーい！おい、お城の壁が消えてんだけど、ふざけんなよ、おい！俺がせっかくこういう、影は見える。影は見える。お城の壁の影は見えるけど、お城の壁が見えない。これじゃ意味ないのよ。影だけじゃちょっと意味ないのよ。俺もう一回ラジオ体操やんねえといけねえじゃねえかよ。わかった。崖の上にお城の壁を設置すればいいんだ。まず案内所の前に崖を設置する。崖の上にお城の壁を設置。あ、これはいいや。これだったらもう見えなくなるでしょ、きっと。どう？あ、完璧、完璧。もう何も見えない。何も見えない。これだったらさすがに見えなくなるでしょ。よし。で、これでもう一回ラジオ体操に参加してみよう。これだったらもうね、検証大成功でしょ。さあ、どうなる？さあ、どうなる？うわぁ！うわぁ、なんかアングル変わった。アングルが変わった。なんかすげえ違和感あるんだけど、このアングル。このアングル、バカ違和感あるんだけど、何このアングル。初めて見たんだけど、このアングル。なんかちょっと、高くなったな。カメラの位置高くなったな。でも隠れはしないな。ちゃんと見えるわ、ラジオ体操の映像が。こんなアングルでラジオ体操できるんだ。なんでお城の壁は見えないのに、お城の壁の影は見えるんだ。これ検証結果はね、まあ、巨大な壁を設置してラジオ体操をすると、ちょっとアングルが変わるということでした。一応検証、成功！